次に塩川哲也日本共産党の塩川哲也です、えー。西村大臣にお尋ねをいたします。7月8日のコロナ対策の政府方針、飲食店対策さらなる強化についての、飲食店対策のための関係機関への依頼の点についてであります。ここにあの金融機関に対して、融資先の飲食店への特措法に基づく要請命令の遵守等の働きかけを依頼するとあります。 撤回したとは言いますけれども、そもそも違法な US 的地位の乱用を政府がそそのかすようなやり方は極めておかしいと、おかしいとは思わなかかったんですか西村大臣、えー。お答え申し上げますあの。金融機関を通じた働きかけにつきましては、まさに、えー、事業者の皆さんと金融機関の間で日常の対話、コミュニケーションを行っている機会が、 通常ございますので、そうした機会を活用して、金融機関から事業者の皆さん方に、感染拡大防止徹底の呼びかけを依頼をするという趣旨で、私ども関係省庁と調整の上えで、関係省庁に依頼をしたものでございました。あの融資の制限などを求めるものではありませんけれども、優越的地位の乱用など、さまざまなご指摘を当たるんではないかという、そうしたご指摘もいただきましたので、 特に飲食店の皆様のご不安を、ご不安を与えてしまいましたので、そうしたことを重く受け止めまして、働きかけを行わないということにしたところでございますし川君あの。事務連絡の文書は撤回したということですけれども、金融機関に対して、融資先の飲食店への働きかけ、これそのものは、一般的なお願いとして行うということなんですか西村大臣。 あの私ども撤回をいたしましたので、何か今回、関係省庁から金融機関に働きかけを行うことは一切いたしませんし、したがって、何か私どもの施策に基づいて金融機関が、えー、取引先、融資先に何かされるということは、あの想定をしておりません川君まあこの US 的な地位の乱用、まあ、こういうことを背景にした。あ あの違法な対応そのものが問われるということを申し上げておきます次にこの飲食店対策のための関係機会の依頼では種類販売事業者に対して種類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との取引を提出するを依頼するとあります国税庁が種類業中央団体連絡協議会各組合に対して種類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との 種類の取引停止を求める事務連絡文書を発出しましたがこれも昨日撤回をしたということでありますこの点についてこの取引停止を求めるこの事務連絡文書は撤回をしたけれどもこの取引停止をお願いするというような趣旨は変わらず伝えていくという一般的なお願いとして考えているということもありませんか西村大臣西村大臣 酒、えー、類販売の事業者の皆様に対してです、ねえー、ご協力、様々ご協力いただいている中で、えー、このようなあの通知を、事務連絡を行うことによって、様々ご不安を与えてしまいましたので、えー、こ,のこ,とこの事務連絡は廃止撤回をするということにさせていただきました。したがって、何か、えー、働きかけを行う、一般的な呼びかけを行うということはあの考えておりません。 塩川君この営業の自由を侵害するものでありますし、撤、ま、回、あ、は当然であります、で国税庁が、まあ、許認可という強い権限を背景に、主犯業者に圧力をかけて、まあ、取引停止という脅しをかけるような形で、飲食店に言うことを聞かせようというのも、極めて筋が悪いと思うんですが、こういうことについての反省というのはあるんでしょうか西村大臣。あの まさにあの私どもコロナ室と国税庁の間でえ調整をして、その上で行ったものではありましたけれども、業界の皆様方からまたさまざまなご指摘もいただきました、特にえ取引の安定であるとか、あるいは事業の継続とか、そしてえ憲法で保障されております営業の自由もございます、さまざまなご指摘をいただく中で、 私ども、重く受け止めです、ね、そして、市販業界の皆様方に本当に不安をお与えしてしまいましたので、反省をし、撤回をさせていただきましたあの、まさに申し訳なく、本当に申し訳なく思っております、そういう意味で、今回の対応は適切ではなかったということで、撤回をさせていただいたということでございます塩川君、まあ、そういったところにそもそも思いが至らないというところが問題だということを言わざるを得ません。 それからこの飲食店対策のための関係機会の依頼では、さらに飲食店をメディアや広告で扱う際、飲食店の遵守状況に留意するよう依頼を検討とあります。こういう中で、例えばあの報道などでは、飲食店の予約サイトなどの利用者に、店の対応を告げ口することを奨励しようとするものではないかという指摘もありますが、こういうことも考えていたんでしょうか西村大臣。あの 特措法に基づいてです、ね、都道府県が要請に応じていただけない場合に、まあ、文書で要請をさらにし、それでも駄目な場合に命令という措置ができることになっておりますが、こうした要請や命令の措置を行った場合に、公表ができるという規定がございますので、都道府県知事が判断して、そういったことを行った場合に公表をした場合にです、ね、そうしたことが周知の事実になってまいりますので、 そうした状況を踏まえて、何らかの対応ができないかということを検討する旨を申し上げたところでありますが、何か具体的に今の段階で決めているわけでもございませんし、検討を進めているわけでもございませんけれど、当然のことでありますが、報道の自由とか表現の自由がございますので、それに介入するといった趣旨のものではないということでございます。 塩川君この飲食店の予約サイトなどの利用者に、店の対応を強及するようなことを奨励する、こういうことは検討もしていないということですか西村大臣。あの私ども、あのやはりあの要請に応じていただけている飲食店と、そうでない飲食店の不公平感もございますので、これは何とか解消し、そして、 多くのお店に協力をいただくその上で感染拡大を防いでいくそのために何ができるかということは常に考えておりますその中で今回新たに協力金を早く支給をする仕組みなどを導入をしていくということでできるだけ多くの皆様にご協力いただけるそうした環境を作っていきたいとそのことに全力を挙げたいというふうに考えております何か今の時点でこのメディアなどに対してあるいは ネット上で何か今回のこの対応の中で,です、ね、具体的な検討を進めているということではございません塩川哲也君。こういうことについて考えていなかったのか、考えているということもなかったのかと、予約サイトなどを使って、ねあの、告げ口を奨励するようなこと、こういったことは考えていなかったということなですか西村大臣。あの別途ですね。 あのガイドラインを守っていただくということで、まあ、第三者認証制度を各都道府県では進めていただいております。えー、これはあの、こういうアクリル板を置いていただくとか、換気を良くするとか、マスクを奨励するとか、消毒とか、こういったことをあの、まあ、4要件を中心に、ですね各都道府県で認証制度を進めておりますので、それについて進めるにあたってですね、 さ、えー、まざ、あ、まな取り組みを進めていこうということは考えておりましたけれども、何か今回の飲食店の皆様の情報を集めるとか、そういったことで何かを考えていたわけではございません。 塩川君この飲食店の巡視状況に留意するよう依頼を検討って話ですから、巡視状況ですから、別にその違反をしてその公表とかっていうことに限定されてないわけですから、そういった点での懸念が残るわけで、こういったそもそも依頼そのものをもうやらないと、撤回をすると、そういうところははっきり言ってもらいたいんですが。西村大臣 あのさまざまなご指摘をいただいておりますし、まさにあの報道の自由とか表現の自由に介入する、そんな趣旨では全くございませんけれども、まあ、どういった対応ができるのかできないのか、あーこのことについてはあのしっかりと考えたいと思いますす君まあ飲食店等に対する要請働きかけは、まあ、コロナ特措法法に基づいて、まあ、法的根拠を持って 都道府県が実施となって行われておりますもちろん私どもは罰則の点など、問題点はあるということは指摘はしましたけれども、法律に基づきを行うというのが基本であるのは当たり前のことであります。しかし、今回、政府が行おうとした金融機関や主犯業者、メディアなどへの依頼というのは、どれも特措に基づかない措置であります。金融機関や国税庁という事業者に対して強い立場の組織を使って、 飲食店に圧力をかけさせるという、法律を踏み越えた横暴なやり方は、極めて悪質だと言わざるを得ません、そのことへの反省はあるんでしょうか西村大臣、えー。まさにご指摘のとおりですね、私ども、あの特に私自身、この責任者として、なんとか多くの皆様にご協力をいただいて、えー、この感染拡大を抑えていきたい。 また本当に厳しい中でも、要請に応じて協力していっている事業者がいる中で、他方、要請に応じていただけず、酒類を出されて夜遅くまでにぎわって大勢の人が集まっている、そしてマスクをせずに会話をしている、これは東京都も見回りをし、呼びかけを行って、協力いただけるように対応してくれておりますけれども、そうした中でさまざまな。 情報もも共有ししておりますがそうたた店もたくなんとかこれをご協力いただけないかという中で、さまざまな検討、議論をしていく中で、今回、このような対応を考えたわけでありますけれども、ご指摘のように、飲食店の皆様や、主犯業界の皆様のお気持ちを十分踏まえることなくですね、対応して してしまったそして不安を与えてしまったということでありますので撤回をさせていただいたあの反省をし本当に申し訳なく思っております、えー、ぜひそのご協力いただけるように飲食店の皆さんや市販業界の皆さんの気持ちにも寄り添いながらですねどうやって取り組めばご協力いただけるのか そうしたことを引き続き、の私の立場でしっかりと考えていきたい、協力いただけるそうした環境づくりに全力を挙げていきたいというふうに考えているところでございます飲食店とか関係業者が非常に不安、怒りがあったというのは当然ですけれども、そこが問題ということよりも、そもそもこういった法律を踏み越えるようなやり方を行っている。 こういった横暴なやり方そのものが悪質であるわけであって、そのことへの反省がそもそも問われているということが聞こえてこないというところが問題であります。こんな大きな混乱を招いた大臣の責任は極めて重いと、コロナ対策の司令塔の役割を果たしていないと言わざるを得ません。西村大臣は、その職を辞任すべきではありませんか西村大臣。え ご指摘のようにあの、法律に基づいて行うというのは基本でございますので、あの私の担当しております特別措置法、特措法に基づいて、えー、しっかりと都道府県知事と連携をして、感染拡大を抑えていきたいというふうに考えております。えー、そうした中で、今回のさまざまな働きかけについての私の発言、あるいは対応につきましては、えー、何とか多くの皆さんにご協力をいただいて、感染を抑えたいという強い思いから出てきたものでありますけれども、 特にその意図するところはあの、感染防止を呼びかけていただくということでありまして、何か強制をするとか、えー、そういったものではありませんでしたけれどもあの、飲食店の皆さんや手腕業界の皆様に多くの不安を与えてしまいましたので、えー、反省をし、えー取りやめに、取りやめることとしたところでございます。いいいずれににししまてても多くの皆様にご協力いただいて 感染拡大防止を図っていくのが私の責務だと思っております。反省すべきところを反省しながら、このコロナの感染拡大防止、全力で取り組んでいく、そうすることで、責任を果たしていきたいというふうに考えております塩川哲也君。特措法を執行する立場でありながら、特措法を踏み越えるような、こういう横暴なやり方をやったと、その責任が問われているわけですから、特措法を執行する立場のその責任を果たしていないということで。 パリと辞任をすべきだということを重ねて申し上げます。で、その点では任命責任者でもあります。菅総理自身の責任も問われざるを得ませんで、菅総理はこの飲食店対策として金融機関などを関係機関に依頼することについては説明を受けていたということですが、まあ、その通りですね。以上、石原大臣えー、通常あの閣僚間で議論する前に事務方から。 感染状況や病床の状況、あるいは対策、都道府県との調整状況などを説明をすることになっておりまして、今回もそうした中で、種類の提供の停止に関連して、金融機関や卸売業者への働きかけについても触れられ,たいた触れ,られていたところでございます。ただ、閣僚間の議論におきましてはです、ね、緊急事態宣言をどの機関やるのか、どの地域で対応するのか、あるいは酒類の停止については、協力いただいている飲食店の方々にとっては死活問題でありますので、 必要な支援策は何か、先ほど申し上げましたように、早期の支給をやる仕組みのこととかですね、あるいは多くの方々に要請していただける環境をどう作っていくのか、こうしたところに議論はあの焦点が当たったわけでございまして、何か要請の具体的な内容について、議論をされたというふうにはあの私は記憶をしておりません。私の責任で、この内閣官房、コロナ対策室と関係省庁の上で調整をして決めまして、協力依頼などを行ったところでございます。 岡君まあ説明を受けたのに、異論は述べなかったわけですから、結果として容認をしたことは明らかです。まあ、その上で、この五大臣会合も踏まえて、8日に改定した基本的対処方針では、緊急事態宣言下の飲食店等への要請にあたっては、関係機関とも連携し、休業要請および営業時間の短縮等を徹底するための対策、体制のさらなる強化を行うと、さらなるという言葉を追加をした、 改定を行っております。で今回の飲食店対策のさらなる強化の方針というのは。この基本的対処方針に基づくということになりますね。西村大臣。お答え申し上げます。あの個別具体の政策をすべて、あの基本的対処法人書き込んでいるわけではございませんけれども。あのまあ、根拠となるというか、基本となる考え方をお示しをして、それに基づいて。 対策を行っているというところでございますので、ご指摘の点は32ページの点だと思いますけれども、対策、体制のさらなる強化、それから22ページだったと思いますが、ここでも飲食の場面に対する強化を図るということをされておりますので、こうしたことを踏まえて、 具体的な対策に取り組んだというところでございます。塩川哲也君。まあ特措に根拠もない措置を関係機関に依頼する、まあ、それを基本的対処方針に盛り込んだという点でも、まあ基本的対処方針を決める対策本部の責任になるまあ菅総理の責任が厳しく問われなければなりません。まあ菅総理には国会で説明していただきたいと、国会でしっかりとこういう問題について正す。 国民の前に明らかにするこのことを強く求めておくものでありますで、今必要なのは飲食店に対して営業規制に見合った保障を行うことでありますま、それでこそ安心して休業要請などに応えることができるのではありませんか西村大臣 ご指摘のとおり、協力をいただくためにです、ね、国会でもご審議をいただいて、規模別の協力金の仕組みを導入させていただきました、規模に応じて、緊急事態宣言の下の東京では、1日最低、ご協力を応じていただければ、4万円の支援ということで、月額換算で120万円の支援、そして規模の大きなところは、最大1日20万円の支援ですので、月額換算で600万円の支援。 を協力金とととししてて行うこととしておりますそしてこれをさらに早く早期支給をする仕組みを導入すべく、今、それぞれの都道府県、特に東京都とも調整を進めているところでございます。必要な協力金、しっかりと早くお届けすることで協力いただけるように、さらに取り組んでいきたいというふうに考えております。 君まあ、それでは間に合わないというのが現場の実態であります。また、あの一時支援金や月次支援金についても、まあ、申請をしても支給されないような実態がある、事業者にとって、書類を何回出しても、出しても通らないという不備のループに陥っているというのは現場の声であります。ここうういう不備ループこそ是正をすすべきでありますし 何よりも宣言下の事業者だけでなく、コロナ禍の影響を受けたすべての事業者の支援が必要であります。持続化給付金、家賃支援給付金、これ、すでに実施をしたことがあるわけですから、やる気になればすぐに対応することができる、この持続化給付金、家賃支援給付金の再支給を直ちに行うべきだ、このことを強く求めたいと思いますが、いかがですか西村大臣。 協力金のできるだけ早期の支給、そして同時にご指摘の月次支援金についても、できるだけ早くお手元に届くように、これは経産省において取り組んでいるものというふうに承知をしております。あの昨年4月、5月はです、ね、まさにコロナがわからない中、どういうものかわからない中、全国を対象に緊急事態宣言を発出し、幅広く経済を止めましたので、えー、多くの事業者が厳しい状況に置かれたと、あの経済の落ち込みの GDP を見ましても、昨年の こ今年の1月、3月も昨年の4月、5月に、4、6月に比べると、それほど大きくなかったわけでございます。そうした状況の中で、昨年は一律に給付をしたこと、給付というものを行ったわけでございますが、いずれにしましても、あの予備費4兆円、それから繰り越しました30兆円の資金などございますので、必要な対策を機動的に必要な事業者に届くように対応していきたいというふうに考えております塩川君。えー 河野大臣、丸川大臣、申し訳ありません。時間が終わりましたので、終わります。ありがとうございました。